見えるカイカメルマガこんにちは一般社団法人開花 GP の村松大輔です今日はですねこの11月3日に徳間書店さん主催のですねこちらの すべてが用意されているゼロポイントフィールドにつながる生き方というところのですね、えー、出版記念講演会させていただきました。で本当に多くの方にですね、えー、会場にお集まりいただきまして、ありがとうございます。えー、選挙で当選したばっかりですね、衆議院議員のえ下村博文先生もご来場いただきまして、あと、行徳哲夫先生もですね、えー、ご覧お忙しい中ご来場いただきまして、大変ありがとうございました。でその中で、 3時間の後半の方にですねあるワークをさせてもらっているんですけども、えー、その中で本当にこう皆さん全体のつながり感で,ですごくこうとろけたとか、ですね、えー、体の感覚が全体と意識がつながったというのは本当にこの場に存在しているんですね。えー、そのところでお客さんからも素敵な感想をいただいて、頚椎ヘルニアだったのが痛みがなくなってこう首が回るようになったとかですね、非常にこうありがたいお言葉をいただいております。でそののととここころなんでですがなんでこのことが起こるかって 私たちの体って全部こう素粒子で、素粒子って波なので、波だからこう響きが重要だということで、今日はですね大切なのは響きというところのお話に入っていきます。11月3日の出版記念ですね、本当にこう頸椎がヘルニアのため首がよく回らないのがスムーズに回り、驚きでした。 とかですね本当にありがたいことですと。体の真ん中から溢れてきて、おそらくチャクラが開いたんだと思いますと、すごくこう、うん、いろいろ感じられて、脳がこう、 えー、肉体がこう全体意識になられたとかですねこの、こんなに響く声を聞かせていただいたのは初めてで感動しましたという形でも感想をいただいております。で、これは別に怪しいことでも何でもなくって、ここにこう周波数帯で存在していてで、振動数が高い側になっていくと、肉体感覚が意識がこう全体になってくると、このところはアインシュタインもです、ねえー、言っている私たち。 の一人一人の魂は宇宙をう動かしているのと同じ生きたスピリットにかよって動かされているというふうに言っているこの場が生きたスピリットゼロポイントフィールドでそちら側から魂もらって意識もらって私たちが存在しているので日頃見ている見えているものしか見えていないというところではなくて全体とつながっている側だとが本来の本質だというところなんですね。 で、皆さんの体っていうのは、もうこの体があってですね、糸か心臓細胞があって、分子原子があって、えー、原子核で、陽子中性子ですよと。で陽子中性子の中にこう素粒子があって、それらが全部紐になってて、紐の根源がゼロポイントフィールドってエネルギー場なので、まさにこう皆さんをこう紐解いていくと、全部こうエネルギーですよと。で、この青い顔が量子、えー、古典物理学。で、 分子原子からミクロの世界が、こちら側が量子力学なので、皆さんは古典と量子と両方がこう重なっている状態で、顕微鏡でピントをーとこうずらしていくと、ある領域からうわーってなって、量子力学側になりますよと、まあ、こちらの側は顕微鏡では見れないんですけれども、でこちらの量子力学側が波で周波数を持ってますよと。 いそのところで、わーっとこう波を持ってるっていう形が、えー、私たちのミクロの領域なので、皆さんが、えー、と波,波ですよと、周波数持ってますよと。でこちらが原子、皆さんの水,水素、酸素、炭素、窒素っていう原子が、この原子がどうなってるのかなっていうと、 こ,のこれ原子核が緑の玉で、これは黄色いのが電子なんですが、わーってこう雲の状態になってるので、この皆さんのある領域顕微鏡をーってずらしていって、ある領域からこれは顕微鏡で見れないところですが、このところからわーってなっているという感じで,で、この電子がそれぞれ波を飛ばしているし、この中を飛び交っているフォトンという素粒子もこう波を飛ばしていますよ。つまり皆さんが波を飛ばしているので、だから、 響きが大事なんですね物質以前にそもそもこのエネルギー、えー、アインシュタインも物質などないのだというふうに言っていてエネルギーしかないのだというふうに表現されていてこの波のこの電子,電子それぞれが波を飛ばしていてとかフォトンが波を飛ばしてますとっていう波なので私たちと,とにかく波ですよと波が重要つまり響きが重要ですよということなんですねでまとめると 外から何かこうエネルギーもらおうとするんではなくって、高い振動数のフォトンを響き出させると。例えば、ありがとう、ありがたいなーっていうことをいつもこう響かせていくとか、大切な家族にこう大好きだよっていうことを響かせていく。まあ、言葉にしなくても、響きとしてですあ、この人好きだなーっていう幸せをこう響かせていくとか、ありがとうっということ。本当にこう いろんなことにありがとうの部分でも見いだせると思うので、本当に道路があることとか、スーパーに物が並んでることとか、タイヤがあって、ちゃんとタイヤが回って、エンジンが、ね、効いて、車が動くこととか、ということにありがたいな ハンドルちょっと回すだけで右足1本だけで重い荷物を運んでくれると例えば私もですねセミナーに行く時に車で行く時もあってで段ボールでですねこの本本本を 4, 4箱とかこう積んでですねで運ばせてもらう時にこの右足1本だけであんだけの重い荷物を、ね、100キロ200キロこう運んでくるそれを 箱4箱持って400キロ走れ、あ、100キロね、200キロ走れなさいって言ったら相当大変なところだと。それを車が右足1本だけでこう運んでくれてるとありがたいなというところなんですね。が、この、響きを大切にする。ありがたいなって響きを大切にするで。本日のまとめの、その2です。が、 外から癒されたって思ってしまうんですが、癒されたっていうのは外ではなくて、自分の内側のゼロポイントフィールド側の共振、響き合いなんですね。だから外から温泉入ってとか、すごい、ね、セミナーで心地いい状態で味わえたと。それは外からもらったんではなくて、それが私の本質なんだというふうに思,思ってというか、それが本質。皆さんがゼロポイントだというのはもう、 あのそもそも心理なので、そのところから私が内側から溢れ出すと。だからすごくこうよかったな、気持ちいいな、癒されたって感じたら、あ、私これ持ってると。それを私から響き出さ出していけばいいというふうにしていく。で、開花のトレーナーさんには本当にそのところをですね、どん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 こう感じていただいて、で、もらう。 開花でもらうとか大先生からもらららううととかかか私からそれ発信できるというのを1ヶ月2ヶ月感謝業自分方面を通してですねどんどんその感覚になっていってトレーナーさんのご家族がすごくこう良くなっていってるんですねっていうふうに人間って必ず良くなっていくしでこの間の出版記念も 本来は 2D セミナーのしっかりこう説明をして場を温めてで1日の最後の方にそのワークをやるんですがこの間の出版記念の時に2時間ですねお話をさせてもらうその後にそのワークを入っても本当にこうつながり合えてで皆さんがじゃあ目開けていいですよって目開けるんですけども本当にこう動きたくないこの感覚をずっと味わっていたいっていう温泉に入ったものを出たくないっていう 感じなんですね大前健一さんの BBT BB ブ,、えー、ブレイクスルー大学院のです、ね、東田ひとりさんもですねこうとろけたと体がとろけたっていうふうにおっしゃってくださって本当にこの全体でこうつながり合うっていう。 感覚でですすねねそれみんんなが持ってるんです、ね、どんな状況の方でもその感覚を持っているのでそれが自分の脳みそレベルを超えた深い層で存在しています。本当にこう大切なのは響きだということを意図して毎日毎日自分自身がありがたいなとかですねあこの人好きだなって周波数を響かせていっていただければと思います。 そうやってそういう人たちだらけになることがですね、地球にその周波数をひら響かせていくことになってその地球の響きがですね、まさにこの地球惑星の、えー、宇宙船地球号のですね、振動数になっていってその周波数から本当の新時代のですね、平和な地球が出来上がってきますぜひそうやって日々を過ごしていっていただければと思います、えー、関連動画ですねこちら見つけさせていただきますよかったらチャンネル登録はこちらとなっております では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。